高波,高波文一、高波文一、高波文一、1975年11月3日体は、熊本県牛深市、現、天草市出身の元プロ野球選手、外野手、宇藤右内、コーチ。現在は福岡ソフトバンクホークスの三軍、外野守備走塁コーチを務めている。妻は元モデルダンサーの中野里子。小学3年の時に、野球、 ソフトボールをはじめ、中学から本格的に、軟式野球をはじめる。九州の強豪校である、熊本県立熊本工業高等学校に進学し、それまでは、遊撃手だったが、足が速く肩が強かったため2年次から外野手へ、コンバート。2年から4番を任され、2、夏の甲子園に出場。1回戦で創価に勝利したが、2回戦で、県立岐阜商業に敗れた。 高校通算打率、513、29本塁打の記録を残した。彼も含め3人いる、兄弟すべてが、熊本工業高校で、甲子園本大会出場を経験している、高波は長男。次男は、マネージャーとして、ベンチ入り。三男の王は、その後国士官大学を経て、JR 九州に所属した。のドラフト3位で阪神タイガースに入団。 入団1年目から、ウエスタンリーグの1番打者として92試合に出場し、レギュラーを獲得。入団2年目の5月20日の対広島戦、甲子園で9回に登場し、プロ初出場を果たすと、8月には、プロ初安打、初本塁打、初打点を記録した。俊足選手の少ない阪神でダイソーの切り札に定着していった。背番号を4に変更。 阪神タイガース時代で一番多い85試合に出場した。同年9月11日の対広島戦で9回表に横山隆二から中尾氏のソロ本塁打をライトスタンドに放ったが、これが一軍で記録した最後の本塁打となった。しかし翌年のは一軍出場がゼロに終わった。に就任した野村克也監督により田中修太内野手と共に一軍に抜擢され、 70試合に出場したものの、打率一割台と打撃に難があったため、ダイソー、守備要員に落ち着いた。同年8月13日のタイヤクルト戦では、12回裏に、投手の福原忍が安打を放ち、そのダイソーで出場した高波が盗塁を試みるも、失敗、という珍しいケースもあった。2、野村は、積極的に、俊足選手を補強し、 高波ら7名で、会1セブンを結成した。しかし、結果的に、同タイプの選手が多く集まったため、投塁失敗などが多く打撃成績の悪い高波は、ファームに甘んじること多くなった。この年、背番号を入団当時の65に戻した。Y46 試合に出場した、は、中村豊か外野手の加入などで開幕から一軍、出場はなく、2000年に、 阪神の守備走塁コーチをしていた、伊原春樹、2002年から西部監督に壊れて、5月8日に、金銭トレードで西武ライオンズに移籍し、2003年6月15日の対ロッテ戦、千葉では、初のお立ち台に上がった。卓越した運動能力を持っており、同年は途中入団ながら81試合に出場したが、打撃力の弱さは相変わらずだった。は、 若手の佐藤智明、赤田翔吾らが対等したこともあり、わずか8試合の出場に終わった。チームはリーグ2位だったが、この年から導入されたプレーオフで日本ハムリーグ1位の大栄を破り、2年ぶりのリーグ優勝を達成し、日本シリーズでは中日を破り、12年ぶりの日本一に輝いた。は、再び出場機会が増え、64試合に出場した。 打撃面では2割を軽労じて超える程度だったが、132打席、23安打は、キャリアハイとなった。2は、広島から移籍した、福地久木に押しのけられる形となり、一軍出場なしに終わり、レギュラーシーズン終了後に、戦力外通告を受けた。12球団合同トライアウトを受けるも声はかからず、野球を諦めて、サラリーマンになろうとしていたが、 1>, 1月下旬に楽天から3日間テストをする。受けてみないかと打診があり、久米島での春季キャンプにテスト生として参加。野村監督からの強い要望もあり、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団が決定した。2007年5月29日に一軍登録され、主にダイソー、守備固めとして起用された。その活躍は、 野村監督から、ダイソーのスペシャリストだと言われたほどで、閉幕まで一軍登録され、チームの4位浮上に大きく貢献た。8月5日の対ソフトバンク戦、フルスタ宮城で、磯部光一と鉄平が怪我のためにスタメンを外れたため、9番、センターとして遺跡後初スタメンで出場した際に、楽天での初安打を打っている。最終的に同年の安打は1安打だけだったが50試合に出場し、 チームの守備を支えた。4月17日の対ロッテ戦に途中出場した際に、小宮山悟からタイムリーに塁打を放ち、3年ぶりの打点を挙げる。5月18日に、プロ入り15年目で、初の FA 権を取得した。野手で1シーズンに100試合以上に出場した経験が、ないまま FA 権を取得した例としては、マナガカシや上田博明などがある。しかし、シーズン後半は、 セイはワ・や中村・マサトの対等により、出場機会が激減し、10月1日に、球団から自身2度目の戦力外通告を受けた。12球団合同トライアウトには参加しなかったが、オリックス・バファローズが獲得を表明し、12月8日、日本ハムを戦力外になっていた、金沢・武と投手と共に獲得したと、球団から正式に発表され、12月15日に、正式契約した。 は、主にダイソー、守備固めで12試合の出場に止まり、10月3日に2年連続となる戦力外通告を受け、現役引退。2009年11月4日、福岡ソフトバンクホークスを戦力外になった西山道隆と共に福岡ソフトバンクホークスのファームスタッフに就任すると発表された。10月7日に福岡ソフトバンクホークス2.3、 軍外野守備総類コーチに就任。カラは二軍外野守備総類コーチを務める。同年10月7日に球団から来期の契約を結ばないことが発表された。カラは福岡ソフトバンクホークス野球振興部に移動。福岡ソフトバンクホークスジュニアチームのマネジャーを務める。12月21日に再び福岡ソフトバンクホークス三軍外野守備総類コーチに就任する。 2000年頃には瞬足を生かすため量うちにも挑戦していた2000年の阪神タイガースのカレンダーには左打席でバントの練習をする高波の写真が使われていた。一軍でその量、うちを披露することはほとんどなかったが左打席でもアンダを記録したことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。